はい、つうわけで、このラウンドからがですね、本番ということで。本番ですね。はい。やっとですね。どうしようか、本当に。ヘリの運転手は、最初は、トグサが、トグサが、ちょっと、シロさん。え？トグサが BF1942 紅白戦始まうよって。立ててる。本当に来たか。あーもうなんてことしやがらあいつは。やっぱ民事に処しな。了解。ハボック炭素交差点だね。ハボックのあの基準が怖いんだよ。コブラと違ってスプラッシュあるから。基準が怖いな、ヘリコプターは。さあこのラウンドの間にです、もうゲーム開始までのラウンドにですね、各自チームが舞台を生成してですね、向こうの入っていくと。あ、仕事さん、中継部隊作る？ああ、作ろうか。じゃあ作るわ。俺が入んないと、俺が隊長にならない方がいいんだ。死んだ。そうだね。あ、スティンガーか。見たところねえような気がするわ。真ん中に1個あったんで。作ったよ。いいよ。真ん中ってな。俺もそこら辺見てねえな。はっきり言って、メック側の拠点のこと全然調べてない。おっとっと、しまった、しまった。じゃあ、カイエンさん、ヘリのミサイルガンガン撃ってください。了解。まあ、命中率は低いと思いますが。さあ、開始まで50秒。おお、40秒だ。よろしく。よろしく。よろしく。さて、早くも、B チーム2番隊隊長が落ちたらしいです。いや、もうこの辺のハプニングはもうお手の物だからもういいよ、どうでも。慣れたよ。どなたか2人、あの、上の拠点に行って、C4 を巻いておいてください。さあ、ご覧、今現在聞いていただいているチームスピークの、音声は A チームですね。はい。さあ、開始までいよいよ10秒切りました。みんな意気込んでるね。やるしかねえよって言ってるよ。さあスタートです。さあ白戸さんと僕はですね、ヘリに向かってまずは突撃と。さあ走れや走れや。分隊の構成を見ると端側に2分隊か。さあ早くヘリに着きたいところ。この時間が超無駄。さあこれが実況ヘリですよ、キモいですよ。さあ乗った。さあ行こう、行くぞ。さあすでに B チームのヘリ飛んでますね。橋周辺に UAV 消えた。さあこれ B チームのヘリなんですけども、さあ早速、あ、 A チームヘリ取ってないっすね。お、すごいすごい。 B チームが笑った。足落ちた。おーおーおー、 B チームがついにもう早くもう渡ってる。開始早々渡ってですね。あ、やられた。さあ B チーム、あ、 A チームもヘリ取りましたよ。 B チームのヘリが狙ってる、狙ってる。ヘリ追っかけっこか。ヘリ追っかけっこっすね。さあちょっと B チームの、ポイント、リスポーンポイントのあたり見てみましょうか。多分ヘリ、この橋の真ん中あたりだね。あ、橋落とされてる。
って橋が潰されてますね。橋はどっちのあれだろう。さあ B チームが修理に向かってます。おーっとすごいことになってる。ちょっとボイスチャットがうるせえんだよこいつら。本当にボイスチャットでねえや、ラジオが。ちょっとラジオは消そう。あれ消えてねえや。お、直った。直した。さあ、A チームが橋を修理して、またエイブラムスへ突撃しようとしている。待って、俺に降ってくる。ご覧いただいております。おい、誰だ、撃ってんのは。誰だ、撃ってんの。出てこい。どの辺だ、どの辺だ。あ、いた、あれだ。あ、だあ死んだ。俺じゃねえぞこの野郎。俺じゃねえぞ。なんてことしやがる。俺じゃねえっつってた。あれ、しろこさんが見えない。俺メンバーだから。あ、そうか。ちょっと待って。実況ヘリだ。全コマンダー施設使用可能。痛え、殺された。ちょっと素人さんに分隊任すよ、やっぱり。とりあえずですね、敵がまばらに住んでますね。特にウォーターフロントに対しては敵が集中してます。ちげえちげえ。あれ、なんか違うことやってる。ちげえ、コマンダーとこ押すな。ごめん、こうだった。仕事さん呼んで。呼ばなくても普通に押せばあれが出る。あ、こうか。仕事さんやったよ。あ、マジで来ねえな。ちょっと待って、俺運転しながらだから。よいしょ。はい、参加したよ。つうわけで、もう毎度おなじみだよね、このもうボロックスは。ちくしょう。だいぶ攻めてるな。ちょっとね、音声がうるさいんだよな。このラジオの音声ってこれどれで切り替えるの。なんかロックオンされてるんだけど。何これ何これ。どこのバカだよ。ちょっとフレア耐えといて。フレア、はい、実況ヘリの特別装備としてフレア連発可能というね。さあ、B チーム結構押されてますよね、これ。押されてますね。これ辺だったよね、全部 A チーム。A チーム早かったよね、橋渡るのは。早かったな。ウォーターフロントはでも B チーム取り返してるな。蜂の巣だ。なんてこった。さあ B チームはですね、現在この真下でかなりのお互いのね、あの A チームと B チームのヘリがね、お互い無視し合って攻撃してるっていうのが面白いよね。ヘリ同士の打ち合いがないんですよ。お
互いの同じところになってる。そう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 要するにかなり接近戦闘やってるんだよね、地上でも。おお、やべやべやべ何やってんだ。さあ、今かなりの激戦区はこのポイント、このポイントですね。さあ、この戦車は A チームの戦車ですかね。さあ、 B チームのコマンダーが目の前にすぐ近くにいるんですけど、大丈夫なんでしょうか。コマンダー殺しちゃって。お、 B チームがウォーターフロント、あ、すみません、 A チームでした。 A チームがウォーターフロント取りましたね。トリプル A がいるのでちょっと撤退します。さあ、 A チームがウォーターフロントを取って補給物資を投下。さあ、テレビ局も選挙で B チーム頑張って取り返そうとしますね。ただきついな、あと1人、あ、もう1人いる、まだいった。さあ、旗が降りないぞ、 B チーム。あ、降りた降りた。ちょっとさ、もうちょっと下がって、引いて引いて。危ねえ、ハボク味方か、ありがとう。あー、死んだ。さあ、 A チームがですね、テレビ塔も占拠して、なかなかな。ちょっと B チーム苦しいですね。もう84のしかチケット残ってませんよ。お、ちょ引っかかってる引っかかってる引っかかってる危ない危ない、いやーまた引っかかってる危ない危ない。コマンダー殺したぞ、敵の。さあ、 A チームはですね、敵のコマンダーを殺した。 B チーム結構やばいっすね。どんどんチケット減ってってますよ。やってますね。さあ、 B チームがですね、こちらのフラッグを取り返そうと。アウトポストに1人敵入りました。珍しいよね、今回お互いのヘリが無視して地上攻撃するのは。普通ヘリとヘリがいたらヘリの打ち合いになるんですけどね。一番後ろ側を取り戻して、さあ、現在位置的には展開してる感じ。A チームが、A チームが5フラッグ取ってますね。 B チームが3で、さあ、 B チームそろそろ押し返さないとやばいぞ。残り40だ、フラッグが40しかない。あ、ごめん、 B チームね、失敗した。 A チームはほとんどが橋のふもとか。すいませんでしたね。 A チームが現在青の、あ、赤のチケットで、 B チームがブルーのチケットですね。この点滅している。こっちじゃねえ、バカバカバさん、何やってんだ。さあ、そろそろ B チームが負ける勢いですね、これは。あの、A チームはね、あの車両を、ね、あの的確に使って攻めてるんですよ。驚異的ですね。ウォーターフロントフ、このこれはブラッドレーかな。
さあ B チーム残り10フラッグに近いぞ。さあ残り10だ。修理してもらっている。さあ6フラッグまで下がってきた。5、2、1。終わる。終わっちゃった。A チーム圧勝じゃないか。さあ CM の後まだまだ続きます。Tu montrais là-haut avec ton petit bolide ? C'est une GTE. Il est complètement à la masse. Ça va décoiffer, là. Équipe 4 sur le pont. GTI, la GTI sauvage. Leonardo, Mona Lisa をほっといて何を書いているのだ？すごい発明を思いついたんじゃ。空を飛ぶ機械じゃ。翼もないのにどうやって空を飛ぶんだ、レオナルド。これは缶だな。空飛ぶ機械は中の飲み物でレッドブルと言うんじゃ。レッドブル？赤い牛で翼が生えて空を飛ぶ？いつか世界中の人が歌い出すじゃろ。レッドブル翼を授ける。とんだ発明だな、レオナルド。さあご覧いただいております二重羅紅白 BF2 第5戦ですね。先ほどラウンド1が終わりまして、次からラウンド2ということで、今回からですね、時間制限なくなって、消滅戦というか、お互い相手のフラッグがゼロになるまでの打ち合い戦というルールに変わったわけですけども、どうですか、素人さん、さっきめちゃくちゃ早く終わっちゃいましたけど。この紅白戦 A チームしか勝てないというジンクスがあるようなないような。確かに今までの比べてみると A チームがほとんどね。そう、人数的には同じぐらいのはずなの。そう戦力も分けてるのになぜか A チーム。なんでだろうな。待ってもないところなんだけども。さて、あと1分もないね。はい、ちょっと白戸さん音声もうちょっと上げてもらえるかな。
ぐらい？もうちょい難しいんだよ、調整が。うん、またさっきの切れてるしよ、配信。聞こえてますよ。さあ、残り20秒切りました。了解。さあ、開始です。まあ、これはね、お約束通り、スタートしたら中継ヘリに向かってダッシュ。さあ、先ほどはですね、僕たちが中継ヘリに乗って空に上がった瞬間にはもう A チームが橋を渡ってたというね。 B チームすごい攻めだ。 A だ A。 さあ渡ろうとしてる。さあ A チームまたまた早い電撃戦か。さあ A チームのヘリが早くも上がって空に上がって、お互い UAV が橋の上をぐるぐる回ってる。さあどうでしょう、お互い橋はまだ橋を渡ってない、渡ってないですね。早速 B チーム側の橋が潰されてますけども、さあ A チーム側も橋を壊しましたね。これは壊しましたね。A チーム強いな。さあ A チームが橋の真ん中をそろそろ旗を上げるか。シロトさん、 A チームのヘリどこにいるかな。 A チームのヘリはどこだ。あ、今修理行ってるな。あ、ちょっとヘリ追っかけてみましょうか。さあ A チームのヘリがですね、なかなか面白い動きをしているようですよ。コブラが止まったまんまだ。コブラが上がれてないですね。降りた。あ、コブラまた奪ってるぞ。すごい、 A チームまたヘリを奪ってる。エロいぞ動きが。なかなか面白いことをしてますね。さあ A チームヘリを奪ってまず修理に向かうんでしょうか。さあこれで B チーム飛ばすヘリがなくなったぞ。なんと面白いことにですね、 B チームがテレビ塔に来てますね。それはまあテレビ塔のヘリポートで修理か。と思ったらここにいるんじゃねえのか。うん、敵がもうテレビ塔来てるんだよ。来てますね。なかなか面白いですね。テレビ塔先に占拠してるのはこれ何かの作戦かな。さっき A チームも同じことやってたよね。さあ A チームヘリが2機あるのでやりたい放題、やりたい放題ですね。さあ B チーム、テレビ塔を占拠したのはいいんですけど、なかなか苦しい戦いになってますね。旗が取れないな。まだ旗は取ってるのか。旗は取ってるんですよ。ただちょっと押され気味ですね。さあさあどうでしょう。
ヘリが面白い。なかなかヘリみんな上手いね、操縦ね。ヘリがね、人もここにいるんだよね。本当に。敵から奪ったコブラと、ハボックですね。A チームのあのヘリパイロットはなかなかヘリ分隊って言ったらいいんでしょうか。カバーが取られそう。ちょっと行ってみよう。さあ行きましょう。わお、怖い怖い。さあハーバーが、おお、狙われてる狙われてる。ハーバー取られてますね。これでは修理ができないぞ。お、橋も全部修理完了か。バギーで走ってる。あ、いいっすね、いいっすね。さあ B チームが進撃しております。さあ B チームがこっから巻き返すのか。頑張ってほしいですね。まだ B チーム、まだまだいけますからね。的にはまだいける。ただなるべく早くフラッグをですね、多く取っておかないと何もしなくてもフラッグ数がチクチク減っていってしまうという。B チームが確保しつつも A チーム対抗してますね、抵抗してますね。テレビ局も取り返したか。ここは相変わらずヘリが、ヘリがずっと居座ってるからね。さあそろそろ、お、 A チームがテレビ局取り返しますね。これはますね。旗が上がってるぞ。さあ取り返しました。上ではガンダーに飛び乗ろうと。うわ、ハーバー超いっぱいいんだけど。敵ハーバーやばいね、これ。さあハーバーがやばそうですよ。ハーバー超敵いるよ。さあ B チームがハーバーに集結してるようですけども、さあどのあたりでしょうか。このあたりですね。この今ちょうど真下あたりですね。あ、ヘリが一機落とされた。コブラの方ですね、今落とされたの。ということで B チーム、これでヘリが使え、あ、違う、コブラじゃない、ハボックの方か。気づかれた。チェックポイント向かいます。チェックポイント死にました。すいません。さあ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  B チームが、 B チ、あ、でも A チームがまだ抵抗してますね。さあコブラが復活したが、 B チームコブラ取れるか。さあ B チームコブラに乗る人がいないですね。お、さあ B チームコブラに乗ったぞ。撃たれてる撃たれてる。さあ B チームがやっとヘリをですね、確保しまして、これから進撃しようとするところ、白田さんちょっと B チームのヘリを追ってみましょうか。あれか、あれです、あれです。今この真下通ってる。はい、さあ一旦修理に向かってますね。さあ修理に向かうところなんですけども、
A チームがなかなか抵抗しつつ、タンクは取られねえか、タンクって旗は取られねえから大丈夫やけど、どっから狙われてるか。おっとさあ、ヘリがやられてる。うわ、危ねえ。B チームもったいない。これはもったいない。もうなんか超飛んでくる。超飛んできますね。誰だろう、これは。あ、ジープか。A チームの人ですね。さあ、ここがテレビ局なんですけども、A チームが取り返して、今現在 B チームが取った旗というのが、ハーバーだけですね。狙われてる、狙われてる。さあ、ヘリが止まってるぞ。さあ、 A チームがヘリに乗った。違う、すごいな、裏取りまで来てる。これは B チームの真ん中だっけな。さあ、 B チームヘリを復活させたいところなんですけども、あの B チームの拠点で取られたヘリがまだ落ちてないんですよね。これなんかよく見たらチケット現象が逆になってる。痛い。お前ら狙いすぎだからやめろバカ。この野郎。そうそう、兵同士ぶつからないようにね。真下にいるよ。分かって撃ってるだろこいつ。さあ、テレビ局の中に敵が入った模様です。また現れましたね。さあ、 B チームがまたテレビ局を占拠しております。さあ、 A チームはですね、テレビ局を取り返そうと頑張ってるんですけども、なかなかテレビ局の守りだけは固いですね。さあ、テレビ局から B チームが続々と出てきてます。これでチケット会社逆になる可能性が。あ、やられてる。あ、すごい。この真下が見えない、真下が見えない。何人か、彼らですね、彼らがやっつけましたね。メドイさんとハンミョウさん、すごいですね。すげえ、なんだこのコンビ。さあ、分隊としてなかなか面白い動きをしますよ。テレビ局を取り返そうと。テレビ局はリスポーンが間に合うか。どうでしょう、どうでしょう。さあ、テレビ局の中で何かが起こっている。何かが起こっている。わお、わお、怖い。さあ、メドイさんはまだ生き残ってるようですね。森蔵さんも中に入っていきました。さあ、造影が届きましたよ。ひどいさんと、ドルッパーさん、半妙さんも復活してますね。さあ、ひどいさんの戦車を狙って山のこの辺から対戦車ミサイルが。そうなんですよ、ここにいるんですよ。だから俺違うからね。さあ、ナイス、ナイスボーイ、ナイスさんですね。マジで？ナイスさん間違ってるよ、こら。落ちた。運転して、運転して。マジか、マジか、マジか。あれ、やばい、無理。ひっくり返った。
生きてる？生きてない。じゃあいいや、そのままリスクしようっていうか、リスクをする場所がね。もうあれだ、もうあの後ろついていくわ、みんなの。ついていこう。うん。じゃあアウトポストから。いやもうあれだよ、見るよ。あ、見るか。うん。さあ、そんなこんなしてるうちにですね、だいぶチケットの差が縮まってきてですね、A チームが今押されてる状況ですね。さあ、ヒマディさんはこれはどこにいるんでしょう。ハーバーの近くですかね。敵アウトポストに侵入だ。さあ、虹色 IMG さんもここは先ほどと似たような場所ですね。アグリアスさん、何か水の中入ってますよ。ワンコマーク2さんらと一緒に行動してますね。あ、ここテレビ局ですね。さあ、ひどりさんらはテレビ局を、取り返してるんですね、これは。見にくいなぁ。ハンミオさんもこれテレビ局の中ですね、先ほどの。結構いい数字になってきたな。面白いですよ、今だいぶ。第24。さあ、キムケンさんも頑張ってます。森戸さん、コンボラ。さあ、死んでる人が多い。ノッキー 213JPM さん、見えないっすね、見えないっすね。くっそー。さあ、ジジコさん、ジジコさん、おー、 B チームの敵を殺しましたね。さあ、芋虫プレイが続いております。スコアが、スコアがすごいことに。さあ、スコアがいつの間にかなんと17対18で逆転しました。 A チーム押されてるぞ。すごいすごいすごい。さあ、お、なんていうことだこれは。さあ、 A チームが残り8、7。フラッグをほとんど取ってる。すごい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 。これはどういうことだ。どういうことだ。いつの間にこんな状況になってるんだ。さあ、 A チームやばいぞ。残り2フラッグ。 1、0。終わった。シロトさん、シロトさん初めてっすね、こんなの。まれに見る2試合だった。なかなか面白い。すごかった。B チームの快進撃ということでですね。航空戦力が一気になくなったからな。さて、次の。さあ、CM の後、まだまだ続きます。判決を下す。はい。言い残したことはないかね。はい、ただもう喉がカラカラでしたよ。かかりかん、水を一杯、おちょこで。裁判長、水よりも。シャンパンというわけにはいかんよ。いえ、せめてレッドブルをお願いと。よろしい。では、レッドブルとやろう。ええ、どうも。では、それを飲み終えたら、座りたまえ、高飛びするか。へへ、レッドブル、翼を授ける。Check it out. Jean-Claude Van Damme and Dennis Rodman の最強タッグがミッキーロークに挑む。Van Damme. Super Van Damme級アクション炸裂。ハッスルマッチョ三つどもえ。ダブルチーム10月28日放送。Just that.
ライパーが一番多分遠遠の攻撃だったら効きますよ。全然順位確認してないと。さあですね、第2ラウンドということでですね、今回は残念ながらですね2マップしか用意してないんですけども、消滅戦ということでね、時間制限なしだからちょっとは長くなるだろうと思ってたらね、こんなに早く終わるとは思ってなかったんですよね。なんか意外と早いな。意外と早いですね。さあ、運転中なんだ。今回からですね、お聞きいただいているチームスピークの、チームが B チームに移りましてですね、先ほどの A チームとはまた違った、作戦を練ってるんじゃないかということで、お聞きいただきたいと思います。はい。今回のね、第5戦の紅白戦をやるにあたってですね、昨日ですね、お互い A チーム、B チームのコマンダーさんにですね、心境をお聞きしたんですけども、A チームのコマンダーさんが TA29 さん、紅白第5戦にコマンダーとして参加される今の心境ってお聞きしたところですね、あのコマンダー落ちながら戦ってるぜ、落ちえって聞いたら、わーいやったぜ、明日はホームランだ、よろしくらしいです。意味がわからん。はい。対するですね B チームの方は、市民さんなんですけども、市民さん長年のコマンダーでしてね、今回で3回目2回わかんない。全部かもしんない。全部かもしんないね。その通りですね、毎回コマンダーをやっているので、あまり特別なものはないです。今回またコマンダーになったきっかけはとお聞きしたところですね、きっかけ？お風呂から上がってきて戻ってきたら決まってたよ。ちょっとかわいそうだ。今回も勝敗はどうであれ、楽しいものにしたいですというね、本当にコマンダーらしい、ありがたいメッセージをいただきました。ありがとうございます。さあ、そう言ってるうちにですね、開始まであと15秒切りましてですね、ここはオマハビーチ、BF1942 のマップの改造ですよね、これは。見たことある形なんで。さあ、開始しました。さあ、中継の僕、シロトさんとですね、僕は一旦甲板の上に上がってですね、実況ヘリに乗りたいと思います。さあさあ、急ごう、シロトさんのお尻が見えてるぞ。はい、よいしょ。さあ、行きましょう。さあ、早速ですね、ボートと APC を使って浜へ上陸ということでですね、実はここにタンクが隠れているのに誰か気づくんだろうか。さあ、このエイブラムスですね、取るとなかなか強いんですけども、行くのか誰か。さあさあ、すごいぞ、 B チームの迫撃がオマハさながらですね。これは地獄だ、これは地獄だ。さあ、お聞きいただいているですね、チームスピークの、音声は、現在守りをしている B チームの方なので、お、森蔵さん気づいてますね、戦車取りに行きますよ。さあ、森蔵さんがエブラムスに乗りました。さあ、なかなか激しい銃撃戦が。さあ、ショートさん、もうちょっと高度を取って進んでみましょうか。右が攻められてるようですね。さあ、登ってますよ。ヒマディさんが先頭に、
ノッキーさん、ウホいい男さん、アンパンワハーさん、ジジコさんと森蔵さんと続いてますね。さあ、左の坂からは、左の坂からもすごいですよ、撃たれたさん。わお怖い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 。このマップ敵の日にいないんだから撃つなよ。さあ、なかなか激しい上陸作戦が展開されておりましてですね、先ほど右の坂を上がっていた隊員はほぼ死んでまたリスポーンしてますね。さあ、B チーム、B チームから見て右側ということはこちらの坂ですね。どれぐらいだこれは。さあ、バルさん、ヒマディさん、ニジュラ MG さん、さあ、上にいるのか。おお、こんなところにいるの、いけるの、いけるのか。あ、これだ、いた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 、これだ。てか、自分隊ここに隠れてるわ。ほんとだ。ちょっとシロさん、あ、その辺その辺。さあ、砲撃が来てる。やられてるやられてる。あー、これはバレちゃいましたね。え、いるか。もう死んでない。一人いる。あ、いた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 。あの砲撃で生き残ってるってすごいな。誰だ誰だ、名前が見たい名前が見たい。カーソルが合わないよ。遠いからかな。これは来た来た来た、こっち見てる。もう一人いるな。ですね、バトルフィールドカメラマンさんですね、先ほどのは。さあ、カメラマンとしてこんな遠いところまで撮影できるんでしょうか。さあですね、現在、膠着状態でフラッグは、点滅してないんですけども、B チームの方はですね、守りということでちょっとハンデがあってフラッグが少ないんですけども、さあ攻めは結構、ね、人命使いますからね。さあ、まだ浜の方で膠着してるようでですね、 B チームが坂の方まで降りてきて攻撃してますね。戦車対戦車、 APC 対戦車ですね、これは。 APC か。失礼しました、もしかしたら戦車かな。さあ、砲撃が来ますよ。見ていてください、見ていてください。さあ、真下には撃たれたさんやワンコマーク2さんいますね。さあ、砲撃です。さあ、この砲撃は A チームの砲撃で、はい、攻めの。さあ、砲撃が終わってみんな攻めてますよ。さあ、左の坂から攻めてます攻めてます。激しい戦闘だ。あ、やられたかな。お、 B チームがすごいわらわら出てきてる。さあ、バルさんとアンパンワハーさんが突撃するも早くも死亡。さあ、 B チームがですね、左側の坂の守りが硬いですね。右側ドルッパーさん、撃たれたさん、メドイさんあたりですかね。左側に、右側にクレーマー仕掛けられた。さあ、真ん中に一人、ここにも行けるんだ、面白いな。さあ、キングヘイカーさんも今撃たれましたね。ジャヤーさんもいますね、が右側から攻めてるということで。そう、左側は、ファジーさん、アンパンワハーさん、マンコはマーク、あ、すいません、今回はマーク3に変わってるんですよね、確か。さあ、メナイコさん、GGXL1653
キムケンさん、ヒマディさん、キングヘイカーさん、いい男さん、ガルスさん、激しいなぁ、ちょっと、同じ人が何回も出てくる、アグリアスさんもいますね。トシアキマリサさん、いい名前です、サンミオさんもいますね。さあ、またちょっと押されて、ビーチの方まで戻りましたね。すごい飛び交ってるんだけど、左側の斜面はもうあの B チームが守り固めてますから。てか絶対わざと狙ってるんだろ。なあ、わざと狙ってるな、これはな。さあ、B チで激しいなあ。撃ってる撃ってる、まあ効かないからいいんですけどね。これさ、オマハビーチなのにゼロ戦落ちてないか、これ残骸。おっとっとっと、怖い怖い怖い。さあ、B チームがだいぶ押してますね。フラッグ、はい、わざと撃ってるよな、絶対な。ちょっと一発かましていいかしら。まあ、あの実況ヘリの特徴として武器をどんだけ使ってもほぼ無傷というね、設定でやってるんで。さあ、守りの B チームの方、後ろの方から見てみましょうか。さあ、左の斜面をちょっと攻めてますけども、はい、その辺で判定お願いします。もうちょい下がってもらえますかね。連中敵は多分右に来る。これよいしょ、真下に B チームいますね。こちら見てますよ。さあ、こちら側ですね、A チームから見ると右斜面で、B チームから見ると左斜面なんですけども、主要のね、攻めるための道がこの左斜面と右斜面しかないということでですね、ここを固く守られていると攻められないという。了解。さあ、フラッグ差が20にまで縮まりましたよ。だいぶ PP いけるか。カモメたちに向かって弾が飛んでいる。撃たれてるね。怖い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 。あ、つうかね、後ろからわざと撃ってるやつがいるよ、これ。誰だ、誰だ。これだ、エンさん。あ、エンさんもしかして連絡行ってないんじゃないの、これ。いや、行ってるはずだけど。実況ヘリのこと、エンさんね、あの今日突然参加表明。今日エントリーが、うん、かもね。まあいいや。まあ、プレイ中に理解してもらえるでしょう。さあですね、B チームは斜面に戦車を置いて守りを鉄壁に。ねなえこさんとアンパンワハさんが左から攻めてるんですけども、このまま盛り返しましょう。さあ、チケット差が先ほどとあんまり変わってないんですね。一旦仕切り直そう。右から来てる。一番隊は言えるか。二番隊どっちだか。右に向かってくれ。シロトさん、どうでしょう、これ。厳しいっすね。これは、チケット的には結構いい数字だな。ピンオフしてくれ。味がよくない。さあ、B チームがこのまま守りを貫くのか、A チームは攻めて攻めて、B チームを削るのか。B チームは、この守り固
なんかいるんだな。たくさんいるよ。そっちです。畑村の横、横これは、ほんとなんかオマハビーチに近い戦闘だね。すげえよ。右側が今押されている。1番隊、2番隊、逃げるか。なんか、進めておきます。先ほどから何かさん、虹浦 IMG さんのところですね、ずーっと攻めて攻めて攻めてなんですけどね、意外と攻めてる方が、あのチケット減らされそうな気もするんですけど、守ってる B チームもだいぶ減らされてますね。意外と結構攻める側が有利かと思ってたんだけども、頑張ってみる。はい、いいとこれ。さあ、ね、今までちょっと僕ら、足りない部分もあったんですけども、ずっとね、第3回から映像中継をですね、紅白の映像中継を始めやってたんですけども、前回の紅白戦の映像を見ていただいて興味を持ってですね、今回からまた新しく参入してきたという方も結構多くてですね、人数が増えて嬉しい限りでありますけども、銀南さんの B チーム、銀南さんの戦車が守り固いですね。後ろからですね、レモンマン、シモンキンのトラックが交代しないように抑えてるんですよ、これ。そう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 、何そのロシア的な。ああ、そうなんですよ。今回ですね、あ、そう、銀南さんはですね、名前銀南さんなんですけど、ガンドーと呼んでくれということで、お願い来てるんですけども。で、レモンマンが、さんが、シモンキンと呼んでくれと、いうことでですね、中継中にそんな余裕ねえよって話なんで、覚えてたら呼ぶんですけども、とっさの時にね、パッと見て、あー、シモンキンって言えないんで、ちょっと、その辺勘弁してください。さあ、走行してるしですね、A チームのチケットが56、B チームが30ということですね、これまだまだ分かんないですよ。2番残して1番、3番行ってくれ。で、5番か、左側にいる敵を少し破壊してくれないか。右側にいるよ。どうでしょう。さあ、さあ B チームのチケット一気に減ってるぞ。お、迫撃砲だ。砲撃だ、砲撃。すごい減ってる、すごい減ってる。15まで減った。B チーム守りだから、一箇所に固まるんですね、これ。なるほど、コマンダー、なかなかいい動きしてますよ。抜けた、すごいぞ、すごいぞ。突撃してる、突撃してる。そこでストップしろ、とさん。さあ、B チームが、抑えるか。どちら？さあ、A チームがまだまだ突撃する。あー、人数が減った。あー、やられたな、これは。半妙さんも、半妙さんまだ生きてる。すごい。すごい、すごい。あー、やられた。さあ、B チームなんとか抑えましたが、もうチケットが6ですね。これは厳しいぞ。さあ、右側からは虹浦 IMG さんとヒマディさん、攻めてる、攻めてる。さあ、どうだ。これは、お、チケットが残り2だ。B チームやばいぞ。さあ、森蔵さんの戦車も攻めて、アメリカ海兵隊 AA チームの勝利ということでですね。さあ、シロさん。はい、面白いですよ、このマップ。参加したいね、普通に。俺も出たいんだってな。さあですね、コマーシャルの後、まだまだ続きます。待ってました。プレゼント版。専用のステルス戦闘機に乗り、サムライ魂で。サムライ。極秘任務を遂行せる。ウシーラ。奇跡ジャックノリス。これが親父アクションの決定版。サムライ、サムライ、ウシーラ。プレゼント版、地獄のステルスコマンド。12月23日夜9時半。
the trunk monkey theft retrieval system. Because sometimes getting your car back is simply not enough. Another revolutionary idea. You'll only find at Suburban Auto Group. Pending approval from the department. ジャンジャンジャジャンジャンクロード、バンバンババンバンババンダム、バンダムが香港で筋肉フィーバー、ワオ、全身の毛穴で受け止めろ、ノックオフ。8月26日放送。はい、CM の中にですね、ちょっとノックオフが入ってたもんで、つい先ほどがですね、第2ラウンドの、すいません、第2マップの 第1ラウンド目ということでですね、A チームが攻めで B チームが守りだったわけですけど、今回、第2ラウンドではチェンジして B チームが攻めと。さあどうでしょう、 B チームこれで勝つとですね、勝敗的には2勝2敗ということでですね、イーブンになるんだけど、はい、まあ、あのイーブンになった場合あれですよね、チケットどちらが多かったかで決まりますよね。というかもう全然勝敗とか気にしてねえから、まあ楽しければいいということでですね、楽しければいいんじゃねえか。はい、ちょっと待って、さあどうでしょう、ショートさん、また B チーム勝てますかね。勝ってほしいんだけど ね、イーブンになったらなったら面白いんだけどな。さあマップ的にはですね、こんな感じで、未だあれですよね、まだね、さっき中継してたマップよりもまたもう一つ後ろにですね、旗があるんですよね。あるんですよね。さあここまで攻めることできるんでしょうか。はい、2番4番が右側から。了解。さあさあどうでしょう。BF2、メインの方にですね、スレが立ってまして、ご覧いただいている方もいるかと思うんですけども、ヘリの中、ヘリの人って中立、まあ一応中立ですわな。うん、中立だね。はい、チーム、どちらかのチームに入らないと、ゲームの中に入れないんで、どちらかに入っているんですけども、誰も殺さない、誰も殺されない、殺されたくない立場でやってるんで、はい、ヘリの操縦うまいね、俺は航空機無理ね、うまい人はうまいよね、ほんと、何、ビルとビルの間すり抜けたり、橋の下くぐったりね、するから立ち止まっちゃいけませんね、ここのスケージは中立なのに殺害、あ、うん、まあ、殺してないよ、多分ってないよロケットとか機銃は無力になってるから、ちゃんとダメージゼロになってる。はい、 B チームの逆転し、逆転劇すげえや、あれすごかったですね。やばいね、あれ。こんなマップあったっけ。これはあのカスタムマップでやってるんで、はい、これ専用のマップですね。さあスタートです。さあ皆さんですね、今頃下のボートと APC に乗り込んでですね、攻めるわけなんですけども、とりあえず K ポイントに砲撃を行う。早速 A チームの UAV が巡回してますね。よし、来い来い、かもよ、来い。余裕で。さあすごい。さあ B チームがすごいぞ、 A チーム浜に到着。 A チームがです、あー白田さん待ってちょっと戻っていいね。
さあ A チームがですね、守りというよりはもう攻撃は最大の防御という言わんばかりにですね、浜の方までビーチの方まで降りてきてますけども、やべやべやべ、おおおお、怖い怖い怖い、さあ B チームは戦車の存在に気づいてないんでしょうか。さあ見てくださいこの銃弾の嵐。さあ、雪風シンクさん、これ分隊長ですかね。今この間にパパパッと出ましたね。さあ、バトルフィールドカメラさんが戦車に向かって、モートシーン。ナイスボーイさんもいますね。ヘタレプレイヤーさんと、さあ、バトルフィールドカメラさん、戦車を取って、お、迫撃だ。これは A チームの迫撃砲か。みんなやばいぞー。あれ、こんなところにもういる。さあ、W 会長さんがですね、A チーム、これ A チームが、A チームはなんでこんなところにいるの。すごいっすね。さあ、A チームすごいっすね。もち、おっと、怖い怖い。さあ、もちさん、なにかさん、N1233、ヘタレプレイヤーさん、マスミンさん、としぼうさん。としぼうさんもね、長いよね、ずーっといるね。アブイさんに、ロードゲイルさん。あ、若葉さんもいますね。おっと、また迫撃砲だ。さあ、B チームが、攻めの指示を出してますね。コマンダーさん、市民さんですね。ジャナ3さん、これジャナーさんって呼んでいいんでしょうかね。ダジャレじゃないですよ、ちゃんと名前入ってますからね。ブライチェさんも今回初参加でしたっけ。初ですね、これ。竹脇がいるぞ。俺らが FPS 部、スカイプやらすとですね、声が犯罪者ナンバーワンという。あとで聞かれたら怒られるな。本当声低いんですよ。さあ、キャリー088さんもいますね。デコ08さん、今回のヘリコプターの調整やっていただいた方でしたね。そしては市民さんで。あれ、そうだっけか。デコ08さんがムービー作ってた。あ、そう、ね、東波との、敵はですね、パロディをですね、またこれ動画、編集終わったら、付属でつけときますね。さあ、ナナミもいますね。ナナミも我らが FPS 部所属の変態スナイパーですね。ナイスボーイもだけどね。ナイスさんはね、喋らすと本当に、なんでそこでそんな言葉が出てくるのっていうぐらい、ちょっととんちの聞いた話をしてくれる方なんで、もうなかなか面白いですよ。さあ、そうこうしてるしですね、右上のマップ見てください。これ4番、3番、A チームね、止まらないんですよ。攻めてるんですよ。A チーム、守りのはずなのに攻めてくるんだよ。うん、両サイドの坂からね、どんどん降りてくるんですよ。さあ、B チームはですね、この左のこの山手のこの辺に固まって、敵の銃弾をですね、防いでるんですけども。すげえな、この雨あられ。さあ、A チームの戦車が降りてきました。ドルッパーさんですね。戦車が降りてきたか、戦車降りてきた。4番気をつけろ。
戦車が降りてきた。さあ的確に指示を出しておりますけども、戦車だけじゃないぞ、バルさんを含めた、森蔵さんもいますね。 A チームの歩兵も降りてきてますね。さあ、銀南、ガンドーさんですね。あ、AT 兵やってますね、ガンドーさん。やられてる。さあ、なかなか A チームが、守りじゃない守りをして、旗を取りに来てる。取りに来てるんですよね。なかなか面白いですよ。今までの経験上ね、A チームって4なんですよね。攻めるんですよ、守りとかいう設定以前に。とにかく攻めて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 なんで、なんでお前らこんなところにいるのっていうところでプレイしてるからね、怖いんすよ。さあ、ここの辺に固まってますね。先ほど、上から、あの辺りから打ち下ろしてた、バトルフィールドカメラさんのところもですね、もう膠着状態入って、おっと、さあ、今、A チームの迫撃がですね、アーテラリーが皆さんに直撃したようで、この辺一体、綺麗になっちゃいました。あ、メドアキさん、生きてましたね。こんなところにいるぞ。A チームがなんでこんなところに紛れてるんだ。また来た。すごいな。森蔵さんたちですね。森蔵さんと、あー、カーソルが合ってるのに出ない、名前が出ない。ファジーさんですね。頭取られそうだ。お、ここにもいる。この船船船船、ちょっとさ、もうちょっと下げて下げて下げて。あ、やられた。なんでここにいるんだ。わからんわからん。あ、やられた。メドイさん、メドイさんだね、今の。船に乗ってたの。どうなってんだ、これ。なんでここにいるの？おかしくないか、これ。さあ、さあ、年明マリサさんの乗る戦車、ワンコーマーク3さんの戦車がですね、攻めてますね。了解、AT 増やせ。さあ、攻撃行くぞ。ああ。今特攻してた船が爆発しちゃったよ。シロトさんどうする、これ予想よりも早く終わっちゃうよ、ラウンド。やばいよ、人生変で終わると。開始して何 ?30 分どうする、同じラウンドもう一回繰り返そうか。どうしよう、とりあえずもう一個ラウンド用意したい。あ、そう、じゃあそれ、あ、そういうガチにしちゃわない。さあ、今ですね、フラッグの下、メドイさんがフラッグ下ろしてるよ。ありえないって。お、これはカリーさん、キャリーさんか。さあ、どうだ、フラッグは健在か健在か、どうだ、フラッグまだ下ろされてる。いや、あ、もう大丈夫か。じゃあ、もう一回頼む。でもね、野砲が、うん、A チーム戦車が B チに降りてきてるし、57対57、それでも拮抗してる。すごい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 。さあ、A チームのコマンダー TA29 さん、迫撃砲の扱い方うまいですね。あまりチームキルせず敵を効率的に殺していってますよ。 A チームこれもう反撃だ。おは、面白いぞ。53対52、かなり拮抗してる。さあ、 B チームが、あ、すいません、 A チームが少し押されたかな。押されてるな、4チームだな。いや、それでもね、それでも A チームまだ降りてないよ。降りてきてるから、坂を。翔さん、もうちょっと高度上げてもらえますか。はい、その辺で OK です。さあ、見てください、この戦車 APC。 なんで下にいるの。もう、ほんとね、すごいね。さあ、彼らですけども、何かな、音が違う、これに見えたの、今度は。さあ、シモンキンが APC に乗って射撃してるんですけども、さあ、また迫撃砲です。 TA29 の、迫撃砲がすごいすごいですよ。A の戦車が、
お、A の戦車が突撃してきた。何これ。さあ、ワンコマーク3さんとですね、マリサさん、トシアキマリサさんの戦車がですね、フラッグを、あ、上げた？変えた？早かった。なんてこった。下の旗はちょっといけるかな。さあ、B チームがですね、一掃されてますね。アグリアスさんの、APC もいますね。すごいすごい。さあ、これはハンミョウさんかな。ハンミョウさんも全員攻めてきてる。ちょっと待って、ちょっと待って、いつの間にこんなにいるの。さあ、何これ、ちょっと、ああ、もう残りですね、B チームフラッグが 7に押されてしまってですね、さあ、B チームに突撃する B チームが、攻められない。攻められない。すごい射撃、砲撃を。なんだこれは。さあ、残りワンチケット。さあ、これで終わるか、決まるか。お。空母で待ってよ。さあ、シュロードさん。何ですか、今のこの、ラウンドは。これは、本当にオーバーヒーチなんだ。やばくね？何なんだ？いやー、すごいっすね。すごいっすね。それしか言いようないっすよ。ちなみになぜか、チームスピークが切れてる。あれ、まあ。しかも繋がんない。さあ、これで一応ガチのラウンドは終わりになったんですけど、予想より早く終わっちゃいましたね。とりあえず次にスクリーンショットでも撮ろうかなみたいなマップを1個入れてあるんだよね。もうこれガチにしましょうよ、城田さん。今からチームスピークでみんなに回して。ひどいさん、じゃあこのマップ終わったらその次がガチっていう風に。あ、一旦休憩入りますかね。休憩で。はい、わかりました。じゃあ、どうしよう。チームにお願い。ちょっと俺入れなくなっちゃった。え、どっち、あ、B チームでいいの？両方に伝えといて。あ、了解です。少々皆さんの方はですね、まだまだ続くと思いますんで、チャンネルそのままでお願いします。ファミコンウォーズが出るぞ、ファミコンウォーズが出るぞ、こいつはどえらいシミュレーション、こいつはどえらいシミュレーション、のめり込める、のめり込める、のめり込める、のめり込むシミュレーションゲーム、のめり込むウォーズ、ファミコンウォーズが出るぞ。涙のバンダム、究極のジャンクロードバンダム、スーパーバンダミングアクションいくぜ。木曜洋画劇場レジョネア戦場の狼たち、明日夜9時。あ、というわけでですね、チームスピークが繋がらないハプニングが今起こっておりましてですね、どうすんのよこれ。とりあえずチャットで伝えといたから大丈夫じゃないかな。はいはい。さあ、 SS 取るなら取るから並べ、ここら辺、どこら辺だよ。知らないやつは殺す、はい、お疲れ様でした。ファイヤーのシーンに繋がんない。とりあえずこれから写真撮影です。必要以上の攻撃はやめてくださいね。あれ、チームスピーク聞こえてる？これ。多分聞こえてる。あと、プラス、あ、これ、バトルフィールドの方か。これから写真撮影があります。やっぱ繋がんない、LCM と。用がない場合、用がなかったりしたら、
なるべく参加しておいた方が良さそうですよ。とりあえず分担員に伝えてください。とりあえずチーム向けの全体チャットは多分使えないと思うので、チャットを打つんだったらチーム別もしくは分隊別でお願いします。あと了解しました。 OK は録画流れるのでやめといた方が良さそうです。これもちょっとお願いします。さあチームスピークは使えないので、バトルフィールド標準で使われているですね、ボイスチャットを使ってのあと無駄、特にこれをしない限りはキックされることないと思います。逆にこれを守んないとキックされる恐れがあるので気をつけてください。私からの忠告は以上です。さあここでですね、またちょっとスレの方を覗いてみましょうか。実況端までフィーバーした、筋肉フィーバー、何この慣れた再生がブツブツ切れる件について、これちょっとね回線をちょっと提供していただいてるね、ラジオ秋言っていいのかな、92さっきさんのですね回線があまり思わしくないようでですね、プツプツ切れちゃうんですけども、申し訳ありません。ちょっと、不甲斐ない子でして。あ、言っちゃった。了解です。お願いしますね。さあ、今のゲームで一番倒したのは B チームのレモンマンことシモンキンさんの65。2位は A チームのドルーパーさんの58でした。みんな頑張って殺しちゃうんだぞ。だそうです。これで合ってる？さあ、殺し合いが始まります。さあ、ですね地獄の殺し合いが動くな伏見さんが動くなってはいはいさあ、プライベートライアンさながらの上陸作戦、俺も参加して参加してよ、畜生すげえ面白そうだったよ。おいちょ、ヘリにバンディ、これヘリにバンディ、バンディ分かる人いるのか、誰だよ。えっ、事故か、これだけは控えて。あれ、塩田さん、ヘリどこ、あ、こっちか。ここごめんごめん、ホントだ、事故だ。うわー、それだ、フラッシュ変えたの。了解だね。とりあえず、C4 で爆発するとキックされるから。もう死ぬ。あ、なんてことしやがる、こいつら。もう各自セストレって言ってあるから、ちょっと待ってください、お出しかけます。ちょっとさ、ヘリどこ、あ、変な飛び方してる、もうヘリ諦めた。あージジコさんが乗ってるよとりあえず SS 取るぞ、 SS。 よし、 SS だ、バスバス行くぞ。さあ、バンディの、あれ、なんだ、何か見えるぞ。ヘリの死体の、あ、機体の下に何か見えてたぞ、今。ちょっと待てよ、今やってたやつがあります。さあ、カスタムマップか、ナルヘロ、そしてヘリのテクスチャー、バロス。頑張って作りましたよ。さあ、ヘリ、どこだ、ヘリどこ行った、ヘリはもう諦めた。ヘリをね、ちょっとね、みんなに見せてあげたいんだよどこ行った、もうこれはうんざりなんで、本当に市民さん、おー出た、危ねえ。さあ、今回の実況ヘリはですね、ここに原子力、20ラ FPS 部のロゴですね、これ頑張って作りましたよ、これも。何かもっと。さあ、こちらが、我らが、マスコットキャラ、バンディさんです。こら、誰だ乗ってるのは。皆さん、またジジコさんだFPS 部放送、二重裏、バトルフィールド2でした。はい、以上、中継ヘリでした。さあ、ジジコさんが飛んで、見えないよ。何も見えなくなっちゃった。何も見えなくなっちゃった。お前、何かひどいことをしてる。さあ、さっきから、ちょくちょく映像が中断されるな、すいませんすいません、さっきのせいなんです、すいません。すいません、私たち悪くないんです。
さあ、ですね、実況中継が途絶えちゃっただとかですね、参加してっていう方がたくさんいてですね、これを見て興味持たれた方はぜひ次回参加してください。本当に。誰か中継してください。俺普通に参加したいんですけど。同じく、誰か参加したいな。はい、僕のね、この実況よりも俺の方がもっと上手いぜっていう方がいましたらですね、中継していただきたいと思います。次回がですね、予定なんですけども、あくまで予定なんですけども、第6回がですね、7月ですか。7月か9月。俺8月日本にいないだろうから。おっと、そうでした。でもね、7月がですね、なんと1周年記念ということでですね、わお、はい、めでたく、1年経ちましたよ、シロトさん。経ったね。経ったね。よくやってるよね。年々じゃないや、回数重ねるごとに参加者が増えてですね、嬉しい限りなんですけども、僕が参加したのがですね、最初の2回だけで、あと全部中継なんですよ。だからいい加減、お前ら俺にも参加させろみたいなね。さあ、ここにはしごがあるぞ。よいしょ。おお、なんだこれ、テクスチャー抜けた。なんだこれ。さあ、参加表明とか言ってたが、どっかで募集してるの？むしろ参加して。はい、こちらはですね、先ほどオープニングのムービーにも出てたんですけども、なんて言ったらいいんでしょう。なんて言ったらいいんでしょうね。なんて言ったらいいかな。素人さん、の、ウィキに、あるんだよ、ね、アドレスがあるんですけども、あ、載せてくれてるわ、ありがとう。ありがとうございます。そうです、そうです、そうです。中継 JPNH 虹浦 BF2 をこまめにチェック、募集してたらエントリーだ。はい、そういうわけでです。あとですね、IRC という、チャットソフトとかですね、なんだ、半角の方にもスレが立ってるんで、そちらの方を覗いて、半角のスレずっと見てることな、そうですね、はい、そちらの方を覗いていただけると助かります。さあ、さっきのゲームの決着がつくところが落ちて見れなかったんだけど、 A チームの突撃でハッタをダッシュして勝利したのは、はい、その通りでございます。全くもってその通りでございます。ですね、あ、また切れてるな今。さっきゅうなんとかしてよー。ですね、今のところ残ってさっきから治療パックを巻いてるスカリーさんとマスミンさん、テコさん、ちょっとこの人たちを分隊から出してもらえますか。私のところの分隊に入れてもらってるので。さあ、ショートさんどうする、次のラウンドガチっていうのはもう伝わってる、これ。伝わってないよ。なんだそれ。でももうなんかチケット5だし、もういいか。さあ、ですね、まだ回線が復帰しないようですが、さあ、回線復活しましたよ、あゆたさん。ですね、何を落としたんだっけか。回線ブチブチ切れててもですね、これ録画してるんでですね、興味ある方はまた、素人さんのそのウィキの方も見たりですね、半角のスレも見ていただくとですね、録画したファイルをアップしてるんで、はい。多分アップするの1週間後ぐらいになると思うんですけども。そちらの方も見てですね、ぜひ、じっくりと見ていただけたらと思います。はい、そろそろ終わりかな。本当にこいつら海の人の好きだな。さあ、バトルフィールドカメラさんが走ってる、ヘリに向かって走ってる、乗るか、ヘリに乗るか、ロードギルさんだ。あ、言っとくけど、ヘリの操縦上手くないからね、乗ってるけど。よいしょー、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 いいよ。撃つなよ、撃つなよ。あ、うん、多分ね。撃ってんじゃん、後ろだろ。え、違うよ、前乗ってるよ、だって。わお、いやー、もう無理。ですね、この状態でですね、飛び出すと面白いことが起こるそうなんですが、とどこ？これ。ひどい終わり方だ。なんてこった。さあ、ショウさんどうする？
次のラウンド人来るかな、来るんじゃない。さあですね、まだ続くんじゃないでしょうか。チャンネルはそのままでお願いします。シュワちゃんは攻略します。1つ超現場主義の徹底、2つ宇宙人不法滞在の撲滅、力こぶれ肉密の 1000% 有言実行、これがシュワ流拳のマニフェスト。プレデター、12月29日放送。ゲロゲロ、あら、あなたカエルの王子様。そうなり、キスで呪いを解いてあげる。ちゅ、漫画みたいにはいかないさ。姫、レッドブルない、身も心もシャキッとして人間に戻れるかも。そうなったら結婚して。わーすっかりイケメンになったじゃない。あ、ちょい待ちねえから、どこ行くのよ。もっと可愛いお姫様を探しに行くんだよ。はあ、男なんて軽い人ばっかり。レッドブル翼を授ける。さあ、ですね、もう何が起こっているのかわからない状態で、本当にこれ、締めれるの、これで。多分、無理じゃね。無理だよ。さっきは落ち着いて、でも、大丈夫。どう締めろっつうんだって話だよ。まあ、40人もいたらね、まとまんないですからね。はい。シフォ投げた、今投げた、ごめん、ヘリ落としたくって、どうしても案の定落ちてるよ。よし、SS 取りまくっとくか。はい、このラウンド SS ラウンドということでですね、スクリーンショット、みんなで写真撮影。そうね、はい、とりあえずなんか IRC も落ちてるみたいなんで。あらわ、もう思想通できません。なんでこった、もう毎度のことだけどね、もういいよ。今回は情報共有できて一番最悪です。コミュニケーションが何一つ取れる環境に。これなんで切れたんだろうね。やばいな、多分秘密基地のサーバー、怪しい秘密基地のサーバー使ってるから。みんな建物の壁に隠れる。かかりすぎたかな。かかりすぎたかね。まあ、じゃあもうちょっとね、することがないっちゃないので、スレの方を読み上げていきましょうか。次回は7月か9月か、それまでに腕上げて俺も参加しようと。ぜひ参加してください。腕上げなくっても参加してくださいね。俺下手だから無理だよとか言うんじゃなくって、エンジョイ&エキサイティングが基本ですから。ちなみに一番すごい人は、製品版を昨日買ってきて、はい、やってましたね。初めて設定、今から徹夜で設定だとか言ってましたからね。多分核エンジン投石。さあ、二重ら沢で戦うときは都合用語は使わない、使ったら即レイプ、許さないよ。うん、ナレーターの方はここ見ていらっしゃるのか。見てますよ、見てるよ。虹浦サバで、なにこれ、ヌルポインターエクセプション、それプログラミングのエラー用語で、ちょっとヌルポの語源になってるやつ。あ、そうなんだ。 OK だね、今。初めて知ったよ。豆知識をありがとうございます。おい、誰か撮ってくれ。すげえな、スクリーンショットのあれなんだっけか、何番だっけか。スクリーンショットはね、今バグで使えなくなってるから。はぁ、
バカじゃねえの。ピントスキルをしてペイントに貼り付けてください。あーもうまた EA のこのクソ仕様ですよ。次は治ってるといいな。ね。つうわけでですね、また更新されてる。使ったら即レイプコンボラ。あ、つぼ用語じゃないでしょこれ。違うよね。ビーフ2用語だよね。違うね。くだってね。もう一回お願い。これデモ版は参加できない一歩できないです。デモ版はですね、あのまた紅白戦とはまた別でやってるんで、あのそちらの方で、あの失礼た多分時々立ってるのを見かけたらですね、参加するようにしてあげてください。あの他にも BF2 1942とか、シークレットウェポンだっけか。そうだ。の方も、時々ね、やってる人がいるんで、そちらはちょっと僕ら20ぐらい FPS 部とは関係ないんですけども、参加者を募ってたらですね、参加してあげてください。さあ。ちょっと待って。ブランチさん。あ、復活させないで。これにて解散でございますね。解散ですか。チケット数もすげえし。本当だね。まあしばらく中継続けとくよ。スレもまだ伸びそうだし。だからチャージするな。あ、シロトさん、ええ。次回からもうちょっとラウンド増やした方がいいよね。そうね、チケット数増やすよ。あ、うん。チャージ連発してるやつ。チャージちょっと連発してるやつ、ちょっとキックして、チームから聞き、じゃなくて、タイから聞くしてくれない。シミさんが怒ってるよ。とりあえず、さっきから C4 爆破しまくってるやつに今後参加禁止にしてやるから覚えとけよ。覚えとけよ。という、話だそうで。まあ、みんなね、事前にちゃんと、どのラウンドが、ガチで、どのラウンドが撮影かっていうのをね、しっかり、確認しといてからにしてくださいね。ちょっと打たせてください。さあスルがまだまだ伸びます。コンボラのレスに対して坂田晴美じゃん、坂田晴美じゃんね。どっちだっけか、言っても知らない市民さんだっけか、坂田晴美ちゃんが呼んでるんだって言ってましたね。そういうことか、おいさん分かりました。どうやらリレーがうまくいかなかった、今度はちゃんとできるようにするぜ。しかし俺も参加したいな、今回のモッド教えてくれ。さて、就職試験の勉強してくる俺ぞって言ってますけども、そうだね、ちょっとモッドというよりかマップ、カスタムマップなんで、カスタムマップはね、毎回紅白戦のたびに選び直してやってるんで、あまり意味はないです。興味持たれたんだったら一度、シロトさんのウィキの方に来ていただけるとあると思うんですけども、VC ないときつい、でも、オラの声恥ずかしくって出せない。はぁ、毎回あるんですよね、この手のレスは。お前らな、エンジョイエキサイティングだっつってんだろ？VC はですね、作戦上ですね、かなり使えるとかなり有利になるんで、必須と言って、はい、過言じゃないです。必須です、はい。で、声汚いとかそういうのじゃなくって、体調だけ。エンジョイエキサイティングなんだよね。年明け同士喋れたら楽しいでしょ。意外と面白かったです、ね、うん、意外と話してて、最初まあちょっとこっぱずかしいかもしれないけど、みんなね、そんなの気にしないで喋ってるから。あ、死んだ。まあそういうわけでですね、恥ずかしがらずに、本当、1000円とか2000円で売ってるヘッドホンでいいんですよ。ヘッドセットで。それを使って、ぜひとも参加してください。ちょっといいですか、でですね、CS か UT でも紅白戦やってくださいよ。なんなら鹿狩り。これさ、FPS 部の人間だろ。そうだろ。この野郎。見てんだろ。トグサか。え、まあ鹿狩りはね、紅白戦なんてやろ、できねえよ。あ、でも面白そうだな。各ラウンドごとにさ、参加させて、どちらが多く鹿を狩れたかっていうね。まあ確率に相手の妨害に入るだけだから。だろうね。あ、だからほら、A チームがまず、ゲームをスタートさせて、B チームはその間、ゲームに入らず待機とかね。やりようによっちゃ何でも紅白戦にできるんですけども。はい。そっか、今 FF オフになってるのか。あ、なるほどね。そういうことはこれやっても大丈夫？えい、お、大丈夫だ。サクサク。
知らねえ知らねえ。さあ、これがですね、アンロック武器ですね。メドリさん、アンロック武器の、F2000 でしたっけ？ F2000 だよね。スペシャルフォース、拡張パックのスペシャルフォースの中に出てくる武器なんで、僕は知らないんですけども。どうする、シロトさん。次回、第6戦が終わったら、スペシャルフォースに移行しようか。いやー、スペシャルフォースはほんと人いねえからな。まあね、これだけのためにまたスペシャルフォース変えっていうのも酷だしね。まあ、アンケート取ってみてね、やりたい人が多かったら考えてみるのも一つの手ですよね。カスタムマップがある以上、あんまりスペシャルフォースの意味とかないんだよね。なんか、ヘリまたひどいことになってるしさ、動きがキモいよ。ドルッパーさん、何やってんだ。あの辺に乗りこなせんの俺だけで。言い切ったよ。いいね。いやでも本当ね、かなり練習したらしいですから。はい、えぐいよ動きが。ちょっと違うんだよね。ああ、また記念ショットで全員大暴れか。マジカオスって。毎度恒例のことですからね。BF2 紅白の、何ですか。伝統といえば、うん、伝統だよね、ある意味。味方同士で苦労したことも今ない状態です。はーい、飛んでる飛んでる。お前ら面白いな。さあ、慣れたし、デモ版では紅白戦は無理ぽ。そうか、じゃあボーナスで製品版買ってくるよ。見てる限り練習しないと、練習しないと、練習しっかりしないと何やってるか分からなくなりそうだし。隠れろ。まあ、基本的なね、操作さえ覚えておけば、あとはもうほんと、痛い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 、この野郎。よし、今撮る。交通事故だったよ、今の。あ、言ったのに。まあ、操作さえ、基本操作さえ覚えておけば、あとは何とでもなりますよ。ボイスチャットとかはね、実際に年明け同士で、喋って練習した方が、わかりやすいし、やりやすいし、みたいなね、もんがあるんで、ぜひそうしてください。スクリーンショットがまだ直ってなかったのか、という俺は、前回を見学のみで、で済ました。へたれ、今度は俺も参加しようかな。はい、参加してください。ですね、どうする、シロトさん。増えすぎて64人で収まりきらなかったら2回に分けるか。トーナメント制にするのは面白いよね。紅白じゃなくって、もうそうなるとトーナメント制だよ。そっちの方が面白いかもしんないよ。あー、でもなー、これでなー、トップチームになんか検証じゃないけど商品出せたらいいんだけどなー。これみんなで落ちちゃうかも。まあそこまで、まずスポンサーがいないので。スポンサーください。はい。募集してます。誰か。あれらしいよ、社長の年明けとかいるらしいからさ。マジで？なんかほんと何でもいいよ。全然ゲームに関係ないもんでもいいから、賞金でもいいし、検証出せるんだったら、誰かスポンサーついてください。お願いします。はい、お、初コンタクトは、なんか妙な動きが湧き上がり、あ、妙な感動が湧き上がるよ。第3回の映像を見てて、第5回を見たいって思ってただよ。今日見れてなんか幸せさ。いやー、いいっすね、こういうの。第4回はね、ちょっと、いろいろあってね。うん、準備不足でしてね、ちょっとほんと散々な目にあって、今回は頑張って、CM 入れたりですね、音声の、ボリューム設定したりとかですね、昨日頑張ってましたよね、シロトさん。うん、まあ頑張ったっつっても1時間2時間で終わったんだけどね。まあ事前のちゃんとした準備をしっかりしてですね、やればこれぐらい増さないよ。許さないよ。だってやっとまとまってまいりましたよ。ああ、よかった。僕も入れていて。見計らってみんな攻撃すると、多分こ見計らってやると思うので。怖えよ、ちょっと。見計らってやるな。だから動くな、取る準備してるから、取っとけばいいんだよ。みんななんかどんどん前に動いてるよ。あ、俺が映せみたいなね。だんだん前進んでってるからさ、みんな。取れたかな。僕はもう映らなくていいや。本当に。映っても意味ねえから。じゃあちょっと、さあ、今私の声が聞こえる人たちいますか？ちょっとその人好きですね。チームスピークの方はもう復活しないのかな？復活しないですね。メドリさんがいるところわかります？
さあ、さあ、スレがまた伸びてますね。CS か UT でも、その辺の FPS は初心者には辛そうだ。うん、確かに CS なんか相当辛いっすよね。また来たーヘリが来たー痛い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 怖えー森蔵さん何やってんだやめてくれ。あ、もう火吹いてる、火吹いてる。あ、さっさと死ねよ。おいや、殺されたよ。なんで助かった。あ、撃ったな、また。あ、キックされた。パンされた。あ、TA29 さん何やってんだ。励ましの言葉が来てますね。でも、おいらの汚い声恥ずかしくて出せないっていう、レスに対してですね、むしろ特徴がある方が助かる。誰だかすぐわかるからね。ありきたりの声で APC 来るよ、注意してとか言われても、どこのことかわからないことあるしっていうの。まあ、これは確かにあるけども、うん。でもまあ、チームスピーク使ってるとね、音質悪いからみんな同じような声に聞こえるよ。正直。うん、まあ、マップにね、とか、ゲームになるという人だったら、どこどこの橋に APC とか、どこどこの倉庫に歩兵何人とかって指示出せるんだけども、その辺はエンジョイのエキサイティングだから気にしなくっていいっすよ。APC 来てるなっていうぐらいの意識でやってれば。怖えなぁ、あのヘリ。何やってんだ、ほんと。暴れ始めた。暴れてるよ。次、市民さん乗ってんのかよ。機銃席誰？すごい気になる。わおわお来たうわ、怖え。さあ、パラシュートはワロス。ワロスじゃない、WWW。俺は保育園の先生じゃねえんだよー吹いた。まあ。年明けなんてそんなもんですから、ほんとみんな幼稚園小学校ぐらいから大人になりきれてないっすよ。登ってるやつがいるぞ。え、どこに？だからバルカン砲で飛ばすな。あのとこに待って。 AT で私を吹っ飛ばしてください。あそこにいる。さあ、前回は橋の上で記念撮影、その途中橋を爆破して壊れた橋の上にいる時に修理されると橋の中に入れることを発見、さらにみんなで橋爆破、なんてカオスだ。うん、橋を爆破して、でその中に入って、で橋を修理すると出れなくなっちゃうんだよね。橋の中に入っちゃって、でそこでみんなで記念撮影してるところに手榴弾投げ込んだりして全員で死亡とかね。その辺のはもう恒例ですから。はい、僕も間違えて一回手榴弾投げ込みましたって。へい、はい、ヘリ何やってんだって。まあ、操縦は結構難しいですよ。地面に激突しても死なないですから。戦車の耐久度30倍、3万だね。30倍だね。30台分ダメージは。はい、なのでフル加速で地面に激突しても死なない強度を持ってるんで、ああいう動きになるんだそうです。来たー、いい加減にしてくれ。ここは保育園じゃない、保育所じゃないんだぞ。これ確か本物の海兵隊さんだよね。イラクに行ってる州兵だっけか。海兵か州兵のどっちかなんだよ。州兵か、そうだな、確か学生の州兵だっての気がする。さあ、もうそろそろ、かなりもうダメか、解散だ。そろそろスレもそんな伸びなくなってきた頃だろうし、そろそろ開きっすかね。はい、まあまた次回ですね。できれば7月にしたいな、1周年記念だし。無理だったら9月かな、素人さん帰ってきてからね。誰か世界の味見たい人頑張ってやりたいと思います。第6回はですね、また告知が、何週間前ぐらい、 2,3 週間前、そうだね、まあ3ぐらいかな、うん、3週間ぐらい前に告知すると思うんで、半角板のですね、バトルフィールド2スレか、
そんなのを探してずっと待ってると、はい、いいことがあるかもよ。かもそれか、ですね、先ほど、伊地俊明さんが貼ってくださったですね、素人秋、中継秋のですね、ウィキの方に来ていただいてですね、逐一チェックしていただけると参加できるかと思います。さあ、ヘリ危ねえ、危ねえよヘリが白兵用の兵器とは知らなんだってあのローターに切り刻まれたらね、ほんとやばいよね、ミンチになっちまうよ。もうタックルだけはまたパラシュートこいつら本当おもろい参加せえ。反対側の山を一つ越えるところに。ヤッホーよいしょ。マップを広げればわかると思う。目は、マップを目一杯広げればわかると思うよ。お、あ、蹴られた。蹴られた。ああ。あれ、チームキルしないのに蹴られたよ。まあ、いいか、これで。いいじゃね。いいか。よし。いつわけでですね、素人さん。第5回の BF2 紅白戦、終わりましたけど、どうすか今の心境オーバー。いや、俺も参加したい。いいかげん。ね。したいよね。参加したい。うん。ぜひ、この放送を見てですね、あ、俺もこれと同じのできるよとか、これ以上のことできるよっていう方がいましたらですね、ぜひとも。即やってください。即リ、あ、違った。うん、即中継していただきたいと思います。さあ、まだもうちょっとレッスンついてますね。今のヘリ暴走の方がある意味、対戦時より盛り上がってそう、笑い。楽しそうだな。お、そう思ったら参加しろ、次から。な。来いよ、来いよ。みんな拒まねえから。今回、23対23人 ?4 対24か。24対24か。これだけ集まってるんですよ。28人だぜ。すげえ、すげえ、すごくね？昔は20人ぐらいだったのに。うん。ほんと、昔からずーっと参加してる子さん編もいるからね。今回またちょっと新しい人増えたんですけども。半分ぐらいは新しい人だよね。うん。毎半分ずつぐらい入れ替わってる気がする。そう。だからこれでもし興味持った人もね、次回、何も恥ずかしがることないから、次回から、参加させてくれって言ったら。参加するように。うん。そうそう、参加してくれじゃなくて、参加するようにだよね。ほんと。はい、そういうわけでですね、紅白戦、終了ということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。